お願いします。じゃあ解説よろしくお願いします。こんばんは、ミスターです。こんばんは、クリアです。よくお会いしますね。最近よくお会いしますね、ミスターさん。まあ、今日はちょっとこれ、両方、はい、ワンピーバナオリュー、ツーピー、ビビーケーガットということで、顔が AV ライブに似てる対決、似てる対決、どっちが似てるかっていう勝負なんですね、これ確か。どっちが AV ライブふさわしいかという、そうですね。これ見に来たんですけど、はい、どっちの方が似てるんだろう、それが証明されると。どっちの方が似てると思います。ちょっと見る感じ、バナオさん優勢ですね。ちょっとビビーケーの方が似てるかなと思って。なるほど、それを決定つけるんだ。そうなの、まあ、特に理由使いだから、ね、私は見てもおかしくないし、まあ、今の次だったら4ヒットだったんだろうね。4飛べないのはちょっと打ってたかなと思うんですね。飛べないので打てるんだ。クイックしてなかったんで、まあ、飛び引っかからないですね。上りブロできるかどうかっていうのがあると思います。おお、ありましたね、フォークに投げはない、投げ手がない。やっぱそういうところしか負けやすいよ、負けやすいんだよね。そうですね、まあ、あんまないけどね。珍しい光景ですよね、今のは。ヘッドバットに負けたりとか、はい、うまいですね、当たるかも。波動も若干したんじゃないからね。そうですね、エンジンの時はやっぱ狙いたくはないよね、波動が。波動が繋がってピヨンとか最悪だから。繋がってピヨンっていうのは画面端上でよくある光景ですので、やっぱりブロー狙いますよね。そうだね、まあ、俺よく波動ブローローとして見せて食らっちゃうんだよ。いや、繋がってるんです。繋がりますよ、ボロに。はい、ごめん、BB ゲーム。まあ、現地で当たったら、まあ、しょうがないっちゃしょうがないかなって感じだよね。しょうがないですね。その組み合わせ、両方お互い強いキャラだから、その電陣が溜まってる時は竜自体が強いと思わないんだけど、正直、はい、まあ、電陣竜は強いっていう感じだから。お互いも強いところ、対抗から取った後は中足中立の時は安定なので。ああ、中なんだ。はい、大じゃなくてしゃがみくらいでもしますので、中足中立の狙いだとしゃがんでると当たりますので、中立の時は安定ですね。はい、まあ、なんかやっぱちょっとその連打の分ヒット数が少ないから、はい、読みにくいんだけど、電陣で。その後のピアノ姿が結構うまいんだよ。そうですね、その後の詰め方といいますか、残りスタートして、キリになった時の相手の行動の止め方ですよね。はいはい。それはやっぱり、マナオさんカプエスっぽい感じなんだよ。カプエスのガードゲージ。マナオさんもカプエスやりますからね。そうだね。そこら辺を詰めてらっしゃると。うん、なのかなって言ってますね。しっかりガードしますね。うん、いや、取らないね、クイック。そうですね、クイックは基本的には取った方がいいんですけども、うん、おそらくはブロッキングで専念したいと考えるでしょうね、うん、タイミング一定にしたいと。一瞬バナコフタ見えましたね、ちょっと怖いな。バックジャンプ、まあ、電池溜まってるからね、今の対空勝利はかなり強いよね。そうですね、たとえブラルとしても電池で手数がかけられると、うん、まあ、1対1かな。まあ、チャイプパンチはあれですね、ダントリーの立ち台感とか、あとは、寝かかりのチャイとかをまあ潰したりもありますけども、あ、まあ、おクラスの仮とか食らっちゃうので、うん、ちょっと危ないんですけども、強気な選択肢としてありですけども、チャイ潰した時もね、ちゃんとソフトも繋がるしね。そうですね、座高がやっぱり高いので、ほとんどのとこから立ち負けやし、ソフトも繋がりますね。一応しゃがみくらいですね。そうですね、ダメージもでかいと。まあ、真面目な話すると、昔あったガットリー・リューの対抗戦ありましたね、うん、はい、出たの出てません、いないね。2007とかですよ、確か。もっと前かと思ったけど、もっと前ですか。まあ、あれであれ以降ね、その対抗戦みたいなのはないから、もし久々のガットリービューで、まあ、結構いい試合というか、まあ、あの頃はね、電陣がそこまで開発されなかったっていうのもあるんだけど、そうですね、バランスだけですね、電陣使うの。まあ、今だったらね、かなりいい勝負になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですね、さあ、2BK さん2本取りました、1対2ですね、シーソーゲームだね。これは面白くなりそうにお話しますね。ユーダトは難しいカードと言いますよね、どっちが有利なのか。お互いなんかきついみたいな、大体みんな自分のキャラの方がいいって言ってる気がするんだけど、
4対4みたいな感じで4対4で残り2やと思いその日の気分じゃないかなっていう、それぐらい面白いカードってことですね、うん、こう過ぎがたいうまい、でも龍の弱点があんまり出ない組み合わせなのかなっていう気がするんだよ、これそうですね、うん、現実化って見て苦しいのが横押しの凄さなんですけども、横押しの凄さによる恥じれる運びにくさっていうのがあるんですが、段取りですと座高高いので竜巻がほとんどの場合中段取り入ってしまうので、しゃがみでも入るのがやっぱりでかいですね、はいですね、龍は竜巻がしゃがみに当たるためにはそこまではきつくないかなっていう話を天井とかっていう姿も全体的にそんな一番ですね、竜巻がしゃがみが飛んできたらに対して灼熱を使わざるを得ないみたいなところがあるので、はい、使っちゃうと電陣が使えないっていうジレンマがありますね、端には運ばないといけないんだけども灼熱は受けない、じゃあどうするっていったところで足払い戦とか頑張んなきゃいけない、きつくなっちゃうんですよ、足払いは結局何回かと思うと1回に負けちゃったんですよ、そうですね、いけない1回じゃなくて4枚減っちゃったからよくある光景ですね、さあこれでやった MTK が3本取って花内さん2本取らせたけども、ちょっとバランスはまだ来たばっかということで、うん、温まったね回がありますんでこれから行きたいですね、ちょっと大味になってるかなって気もするかな、気持ち自体がねあとはそういうのもあるのかもしれないけど、そうですね、ちょっと今のカニも下段があるみたいなので見た後っぽくないので、うん、いつものバランスの出しさを取り戻すような、いつもの出しさだと、っていうのも今の結構ブロックですね、ちょっとね、きっちり全部入れてるんだよね、はい、この辺が思い切りのなさというか、そうですね、そうですね、さあ、この辺りここは、ウルタと一番面白いのも多分、電池入れるかないでしょうラッキーがね、しのぐとこういう展開になるから思ったら面白いな、うまいっすね、今のマスジェッパー、マスナスジェッパーと多分ギリギリまでリバサーユーチューブガードできるぐらいまで生きてきたのかな、そうですね、ただのそうですね、リバーの勢いが強かったから、はい、もちろんフォークは入れてたんでしょう、BBK を今ね、押しとなっております、ファイルスリーエンゲージ、まあ、ちょっと攻略的なところに行くと、はい、地上でまずダットリー竜と竜馬の狙いは何だ、竜馬の狙いはやっぱりダットリーの飛びが強いんですが、うん、それを抑止したいので、うん、飛びを防止する技を振りますね、はいはい、で立ち上げて、まあ、一般的な飛び防止策なんですけども、うん、それを振って立ち上げて竜の通常の中ではかなりスタンチも打ち切っている方なので、うん、それを振りつつ飛びを押しして、あわよくばスタンチとゲージを貯めて、飛ばさせないように地上戦仕掛けて、ダッシュを通すか、あとは中足を刺して、ダッシュを入れてっていう、まあ、U でやりたいと思ってますけど、ラッテリーの人はね、基本的に中足がきついじゃない、中足ですね、うん、中足取ってと、カニっていうか、段階でもキャラにメインの戦略になってくるんだけど、はい、竜巻入れ込まれちゃうと負けちゃうんだよね、そうですね、確かに保険とかにも負けますよね、発生それ、それで1対5で席替えですね、席替えです、ですがやっぱり波動拳入れ込みとかに対しては立ち台系とかが当たりますんで、はい、波動拳全身ボリュームが立ち台系入れ込み読んでたら立ち台系なんですが、何もしてなかったら中足同線だからどうしても使ってしまうので、そんなカニにしなきゃいけないんですが、入れ込まれてるとってなってしまうので、ちょっと反撃が、あんまりその中足に対してブロっていう選択肢は飛びたいんだなって、そうですね、飛びを噛み合わせれば4割奪って噛み合わせですからね、まあ、その飛びに対してみたいな感じになってるのかな、それを防止するのか、それも上り風呂とかで負けてしまうので、うん、それも嫌だったらバックジャンプ、上り風呂を入れて逃げるか、うん、っていうのがちょっと消極的ですけども安全ですね、うん、結構ね、その、まあ、この組み合わせ今の試合で言うと、はい、やっぱりその
中足竜巻が結構当たってるのかな。ああ、苦しいね。あんまり勉強なんていうね、これ僕は知ってたんじゃないですね。入れしたけど出なかったのかな。だと思いますけど、あの体力ですからね。ちょっと寒かったね。2回、端でエンジン伸びなかったです。そうですね、説得例のために速攻にしたのか。はい、いや、あれは別に何でもできるし、俺でもできるんだ。やめたいよ、関係ない。開発の条件も、エンジン1本対コーク3本だったんですけど、そうなると、ちょっと量もきついですよね。そうだね。立ち上げ持って、それを、打鍵コークとかで、突きつかれて、吹っ飛ばされて、かめました。と価値格伸ばしすぎですかね。ちょっとそうですね。コークガードで血が騒ぐまでピヨッタよね、あれ多分。そうですね。なんか俺も狙ってみせてたけど。サブロの成功率の問題があるんですけども。それでもじゃない。1割ミスるんだったら俺やんない方がいいと思うけど、ピヨルンだったら。成功率 90% でもそうですね。ピヨルンでしたらそれはないですね。Now。期待中です。もう当たんなったんだけど。あれは当たらないですね。ソフトの上も当たらないです。今度はちゃんと判断して電池当てていって、やっぱね、その国とバナナの違いっていうのはよく言われるところであるんだけど、国はやっぱ電池周りというか電池が来るのが早いっていうところと、あとはその電池に至るまでの説得力、電池5じゃなくて電池1までの説得力が強いんだけど、バナナとね、そのバナナの方がうまいところはやっぱりその知識と判断力だと思うんだよ。知識から来る、その前半の試合展開があんまりそこはいいとこじゃなくて、バナナの判断力がねえかっていう感じだったから、ただね、さっきのことはちょっとやっぱバナオさんなんだよなっていうところが出たんで、ちょっとね、その判断力を見せてもらうという意味でのバナオさんなんだよなというところですね。別に今の中央スタッフマンとか悪くないしさ。そうですね、当たれば一気にいけるわけだな。あそこはね、灼熱の削りもちょっと怖いところだから。そうですね、でも やらざるを得ないからね、あの距離でも。はい、灼熱はやっぱいいところだ、ああいうところなんだよね。あの距離でもさ、他の距離だと2ドット削るってできないじゃん。そうですね、でもそういった飛び道具ないキャラはきついですね。灼熱はね、速い、弾速じゃないからさ、結構演奏とか優秀波動でもあの距離はちょっと微妙だと思うんだ。はい、ところも含めて、やっぱりその灼熱の強さを縦に何もしないっていうのは、匂わして何もしないっていうのは、そうだね。ちょっとね、BDK は恥ずかしい死に方をしちゃったんで、今ちょっと伝統化してない感があるのかなかもしれませんね。ちょっとさっきの試合もやったんですけど、電磁のブロッキングの精度はそこまで高くなかった印象を受けました。もちろん他の部分がすごい突出してますんで、負けた試合も何回もあったんですけど、UBK はね、結構八番とか地上のないイメージなんでね、ちょっと地上のプレッシャーがあるのが僕らしい。まあ、カエルさんなんかもミカド勢で、ミカドのバットリー2台だったりみたいな感じなんだけど、2人とも結構下で頑張るタイプ。そうですね、ぴょんぴょん飛ばずに地上戦を頑張る、地上強いキャラですかね。歩くのがね、2番目、3番目に速いとかそんな感じだったんですよ。相当速いですね。うまいですね。先ほどは後ろに行かれた戦いですが、今度は遅れてくるんで、逆フォーク出ましたね。
あ、とはいえ、やっぱりこれちょっとバナナマン対決がすごい有利なんですけど、走りましたね。意表を通して投げる、意表をついたら投げですね。まあ、近づくのが大変だと思うんですよね、きっと。逆の立場から考えたら、まあ、なった場合、削りコークでも、まあ、全然知らないタイプじゃないですか、フューガーが。ってなった場合は、ダットレードしたらかなりきついですね。ちょっと当てなきゃいけないからね。ごめんなさい、声がちっちゃいですかね。すいません。ちょっとマイクを近づけるようにして、はい、すいません。ちょっと音量、声量を上げていきます。さあ、バランス乗ってきましたね。そうだね。6対3。まあ、なんだろうね、その近づきたいっていうよりは、ガットリは端に追い詰めたいんだと思うんだけど、うん、だから、まあ、当然ね、そのイエスマシブンが入れば一発で弾くから、ね、簡単ではあるんだけど、はい、まあ、あんまり当たらないのかな、この組み合わせ。実際なんか2回3回ぐらいしか当たってないよね。そうですね、当たるシチュエーションとしてはダッシュから踏み込みすぎた中足を潰したとか、そういった場合ですね。あとは足し台系を変わったところに刺されたとか、うん、そういった状況の3つぐらいだと思うんですよね。おお、溜まってる、溜まってますね。まあ、ガルドも溜まったんだろうね。はい、6対4。一気に来ましたね。しかしね、ちょっと電磁鉄2回ぐらい出てなかったんですけど、その後のカバーがやっぱりフォロー全員しバランスなんですよ、これ。はい、俺もね、そうなんだけど、ミスってる回数が多い人は、はい、ミスのフォローうまいです。慣れてるんですね、心の準備ができてる。そうそうそう、あー、ここねみたいな。まあ、ここでやるのか、私はこれ知ってる知ってるっていう。暮らせる。そうね、だから飛びにも引っかかりますね。引っかかる。大体のキャラはね、飛ぼうとするとちょっと前に出ちゃうから、はい、本当に引っかかっちゃうからね。決めらないか、これがバランスですね。まあ、決めて打っていくね、結構。そうですね、大パン昇竜とか大パン竜巻とか、あれはそうしてる感じはするんですよ。ガードされてたとしても立ち台系が当たらない距離だと思うんですよね。なるほど。正打者の人生さんは中盤だけしかないんで、その状況判断が相手できないだろうと。なるほど。判断で打ち切ったんじゃないかと思いますね。ちゃんと状況を把握できてたってことですね。マロさんそういうとこ上手いですよね。相手ができないところを作るっていう。ああ、はいはい。戦いの中で、これ苦手なんだな、こいつ反撃できないんだなっていうのを見つけて、そこについていくっていう。なるほど。まあ、11試合目だからね、ある程度、はい、見えてる、もう分かってるよっていう。そうですね。あとはバランサーも長いことサードやってますんで、はいはい、あとはそうですね、人読みっていうのもある程度分かっていますよね。有名プレイヤーどうなのかっていう、人読みですよね。なるほどね。それも含めた立場だと思います。さあ、今のもね、ちょっと待ってしゃがみがやっぱ間に合ってましたね。はい、フォーク出てたらガードしますよっていう。うまいですね。さあ、今ね、BBK の前中手だったんだけど、かなりうまいんで、あとで踏んでくれるさあ、どうでしょうか。あれは強いんだよね。そうですね。あれ埋まってると相打ちにあるの？この距離だとさすがに埋まってたら天神が勝つと思う。天神勝つんだ。飛び込んで、うれしいよね。はいはい。ちょっと遅れたんだと思いますね。ああ。EX の気合いとか相打ちになるんですか？そうですね。あれは姿勢が低くなって、攻撃判定が出るとは思うんですよね。あれも埋まってたらね。おお、終わりですね。だけど出なかったか。まあ、ちょっとヒヤッとしたけど、ね、うん、そう、よかったですね。66ですね、これで。さすがにあったんで出なかったんじゃなくて、多分死ぬと思った。いや、止まんないと思ってじゃないかな。死ぬと思ったのかな。全然溜まってますよ。6割が溜まってます。判断ミスです。自分で言ってます。あれって言ってたんで、はい、
竜巻の時点で竜巻発生前にあれって言ってたんだ、あれ、うん、あ止まってるって、うわーっていう感じだったと思います。展開の速さって厳しいですよね。展開の速さ、自分が怪我してるんだよ。さすがにだろ、クリフォローしきれませんでした。クリそこそがごまかし券、フォローできませんでした。すいません、マロンさん、さすがにですわ。クリの下手なフォローのせいでボコボコにされてる。ありがとうございました、15秒で死にました、マロンさん。ダメ、そのフォローしてるふりをした時はやめてください、クリさん。今の前ですね、中足に小田さんにドセンターで足だけがかくらない距離での竜巻打ち切りだった。国必死褒めていくスタイルですから。あの、この前もして言ったんですけど、はい、あの、国が偉そうっていうツイートに対して無視するのやめてもらって感じ悪くなるんで。言い訳するのは恥ずかしくないですかね。確かに。すいませんって言っちゃったらなんか本当に偉そうだったみたいになるじゃないですか。偉そうにしてすいません。あれ無理なんですよ。画面端だったら何もできなかったんですけど。いつもほら電磁ユーティーバッてやるからさ、ガードの食らった時の気分どうなのか。なるほど。リアルで食らいましたね。言ったんですけど。そう言ってやはりビビケが取り返して7ですね。はい、取り返しましたね。相当練習されてたんですけども。そうだね。だいぶ苦しかったけど。これ落ち着きを取り戻せれば、うん、全然わからないですね。まあ、滑らかじみ入り時間はね、やっぱちょっと BBK の方が長い感じがするんだよね。はい、追い詰められてる時間長いですね。あそこではどうやって切り返すかっていう、行く側もね、バッテリーなかなか行けないからね。そうですね。バッテリーの立ち台系が6振りで強いですね。うん、投げも敵で一応割れる技の後で、はい、まあ、4振り5振りの技が豊富だしっていうところで立ち台系ショートっていうのが追い詰めてると繋がっちゃうから、はい、そこまでにいけないんで、リターンも出ないですね。ボリューキャですカス当たりですね。早いですよね、諦めるのが。諦めだったっすね。でもね、うまいっすよ。あの、さっきまで固めない剣をずっとすかされて一緒に投げられてたんで、はい、でようやく低めで、まあ、ちょっと前からやってるんですけど、低め台剣あのコンボっていうのね。ただラウンド選手されてるのに、はい、諦めるのはやばくないですか、ね、やばいっすね。ラウンド選手をしてることは本当にあの体力の倍以上のルーバーに諦める捨てるっていうのがバナオさんらしい。何かあれですね、見てたのか、まあ、見たくしたんで、うん、踏み入ったのかどうなのか。そうだね。さあここに来て BBK さん8、バナオさん6となっております。はい、やっと逆に言ったら強いキャラですよね。次は強いですね。てか単価がでかいキャラでかい、強いですよ。竜も、はい、その電池溜まってるのが強いですよ。強いですね、はい。やっぱりワンブロからワイパーソフトが入っちゃう、はい、攻めに対する逆にタクは強い。チキンがきついのって結局その、ね、痛い逆にができない状態で向こうの2択受けなきゃいけないからきついんだって。反撃といってもワンブロ昇竜とかワンブロ即答しかなくて、その後のダッシュ波動電磁で水が吹き寄らないと、そうそうそういうのがやっぱり一応リターンきついところですね。リターンは大きくなりにくい、はい、っていうところがちょっとさ、やっぱり強いダットリに対してこうやってそうですね、置き攻めを比較的ノーリスクでできるっていうところはいいですね。はいはい、電池の機能するところ、うん、今の中盤ちょっと苦しいね、なんか変に遅れてきたんだけど。ダッシュリープですね。今のまたカンカンで取ればいいのに、はい、カンカンっていう感じのタイミングだったの、妙に遅れたような、うん、軌道のせいっていうか持続長いんだね、2発目長いっすよね。ちょっと意外な取り方をしましたね。さあ8対7、8対7、はい、盛り上がってまいりました。一回ね、ちょっと BBK が電磁に前捨てしてたんで、もうちょっとミスなのかな。プロ入力が早すぎたように思いますね。前前入れちゃってて、ダッシュと、うん、そして、ちょっと BBK が始める時間が長いって言ったじゃないですか。はい、でまあ、それって
って結局その初めのねちっこさなんですよ。初めねちっこいやつはやっぱり、ね、その始める時間長くなるじゃん。そうですね。息は始め始めてもその時間は短いっていうのは、まあ、BBK はちょっと淡白な攻めなのかなっていう気がするんですよね。当たった時のジャンプ軌道の低さっていうのもありますね。警戒できないと。なるほど。受け続けなきゃいけないっていうのもありますね。うん、さあ出ないと叫んでるバナナさん。楽しそうですね。すいません。そうするといくんですね。8対8。8対8、5分ですね。5分です。ここで5分になりました。やっぱ慣れてるダットリスカでしたら、うん、あそこは、まあ、バックジャンプとか下がってプロですよね、きっと。ちょっと焦ってしまって、また足が噛み合ったのか。そうだね、まあ、たまたま回してしたところに波動電磁が飛んでたっていう感じ。そうですね。あとね、あの単発で死んだ時に回すっていうのはやっぱりちょっといけてなくて、はい、噛み合って勝つことも確かにあるんだけど、それってただの嵐でやっぱり歩きが速いキャラであるから余計に、はい、マグドとかはしょうがないんだけど無理なんだけど、そうですね、あれはまあ歩きが遅すぎて、うん、まあ、同時ぐらいのね、歩きスピードの距離だったら全然歩いていいんじゃないかなっていう感じはするんですよね。歩きも見せたくないとダッシュもとても行きづらいですからね。そうなんです。選択肢の一つとして歩きを見せる必要があると、うん、削っていきましたね。削っていいですね。うますぎる。いい判断ですね、うん。あそこは4じゃないとピオラないところなので、うんうん、まあ、3は比較的食らってもいいとかっていう反応してバックジャンプとかの、はい、いい判断ですね、リーディーが。そうですね、ライダイパンが出したいけど最終インで、ああそうなんだ、はい、ちょっと引いて判定が出る感じですね。なるほど。でもちろんリーチも長いので、はいはい、出したい系の外から投げるということですね。すぎますね、これ。おお、なんか、キャンセル遅かったのか。ちょっと遠かったな。これはチュー。チューですね。全身が足んなかったために、サンタマンが打って、反撃が難しいと。なるほど。さあ、9対8で BBK がいいですね。しかし、9対8です。まだわかりません。うん、自分が竜使ってて対ダットリンだけ見るのっていうのが、中足中足の時に対しての反撃なんですよね。 あれが生コークぐらいしかないダットリンに対してはまま打っちゃっていいと思うんですよ。あ、使わせる意味があるんですね。ありますし、まあ、もちろん1本使っちゃえばその後のループも押しにくいし、うますぎますね。たとえ端に運ぶ性能高すぎですね。あれって、電池のレベルがいくつだったら取られてる反撃されないの？耐久送流電池3ですね。3だったら反撃されないんだ、はい、3だったらバラバラの電池でいくのかな。見るとやっぱりさっきみたいな感じでやられますね。ダットリの横幅が太すぎて、うん、松崎が安定前に上がってしまいましたね。あ、もう2でピオるタイミングだったので、うん、バランス狙いとしては波動電池で、波動電池で安定だったんですけど、スシュワップもあるからね。そうですね、予想外の波動着弾。さあ厳しい。もう1回かけた。これはちょっと遠いか。おぉ、ダットリの3着横幅に落ちた。あー、下ですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、予想通りかなりいい試合でしたね。じゃあ、バナオさん、
ちょっとミス多かったですけど、一言お願いします。いや、戦い方が下品で、なかなかいい打倒だと思います。お疲れ様です。じゃあ、BDK 君、一言お願いします。昨日、カエルさんには、お前が負けるって言われたんですけど、まあ、無様な試合でしたけど、勝ててよかったです。いや、でも、内容も良かったし、予定でも10対7ぐらいいければいいかなっていう話もあったんで、